はい、こんにちは、ピースのガクトです。本日は、初めて、僕がオークションの方で一人で買い付けした時に買ってきた1台、このライフ。前も動画撮ってこれから点検して車検に走ってっていう風に話したと思うんですけど、それを今日志賀さんに点検の方してもらってます。ちょっとじゃあ志賀さんにちょっと聞いてみたいと思います。いろいろ志賀さん、おはようございます。おはようございます。どうすか、僕が買ってきたライフは。あ、初めてにしてはいいんじゃない。あ、本当ですか。ライフいいよ。なんかパッと見た感じ、そう、あの下回りもサビそんなにひどくないから、ね、こういうところはね、あ、ちょっと出ちゃうけど、はいはい、ね、下回りそこまでひどいサビじゃないね。本当ですか。うん、であとほらマフラーも、はい、ほらネジとかも腐ってないし、はい、これ結構程度いいよ。よかったです、うん、上げてとんでもないってなったらどうしようと思って。それはそれも勉強ね。そうですね。うん、これはあいいと思う。そんな悪くない感じですかね。うん、そうそうそう。で今から点検終わったら、あとはもう、はい、がっつり下塗りしてね、はいはいはい、あとは綺麗にしてから点灯になる。そうですね。じゃあ下回りはそんなにひどい状態じゃないですね。これはいいと思う。綺、は、麗、い、なやつね。じゃあ引き続きよろしくお願いします。またエンジンルームの点検とかするときに突撃しますんで、お願いします。はい、もう気づいた頃には志賀さんエンジンルームの方手かけちゃってました。ガクト来るの遅い。すいません。もうコイルの方は全部外して、はい、今からプラグ、プラグ点検ですね。どうですか、まだ、あ、一本抜いたんですね。うん、まあ交換できかな。あ、全部交換、うん、交換しとけば間違いないから交換します。なるほど、さすがです。まあ、結構怪しいやつは毎回交換してますもんね。うん、怪しいと思ったら基本交換、基本交換ですよね。そうそう、たまに全然いけそうでも交換しちゃうっすよね。あ、するあんまライフとか、まあそんなにね、プラグがダメで調子悪くなるってあんまないんだけど、はい、やっちゃうよね、やっぱ交換したくはなる。やるに越したことはないって感じです。せっかくね、やっぱやるんだったら、はい、交換して売った方がいいでしょ。そうですね、その方がガクトも売りやすいよね。売りやすいですね、本当にやってもらった方が助かります、本当に。だから、はい、まあ、今回は、まあ、ちょっと怪しいから交換します。全部プラグは交換ということで、はい、全部交換します。引き続きお願いいたします。はい、はい。で今志賀さんにライフの方の点検してもらっているんですけど、午後からは僕がこの車を車検の方に走る予定になってます。で、まあ、車検の方は問題なく通るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、まあその車検が上がり次第、私の方で内装外装の方仕上げて店頭の方に並べていくというふうな、流れになります。で、まあそうですね、今日車検から帰ってきて、まあその時には夕方なんで、今日やるかまた後日仕上げるか、その辺は時間見てなんですけど、まあそうですね、自分で買ってきて、まあ、自分で買ってきた初めての車なんで、まあ、なるべく早く仕上げたいなっていうふうには、ね、自分の中で思ってます。なんで、まあ記念すべき、初一人でのオークションで買ってきた車で、ちょっとね、気持ちが入るではないですけど、すごい楽しみになってます。で、まあ、そんな感じで、まあ、志賀さんに点検の方もしてもらって、まあね、僕が点検するより、ね、何十倍も何百倍も、志賀さんの点検は安心できるので、ね、僕も志賀さんにやってもらえると、ありがたいですね。はい、ではね、午前中、志賀さんが点検してくれた、ライフ、午後からっていうか今からですね、私が車検の方に行ってきます。はい、陸運局に到着しました。今のところはね、何も問題なく来てるんで、今から、車検の方、通していきたいと思います。はい、では、外もすっかり暗くなってしまったんですけど、無事車検の方合格して会社の方に戻ってまいりました。で、あとは内装と外装の仕上げをしたら店頭の方に並べられるという状態になったんで、早めに
手をかけられればなというふうに思ってます。お疲れ様です。志賀さんもここから車検でお疲れ様でした。お疲れ様です。あ、ライフの点検の方どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、ってな感じで志賀さんたちの協力も得ながら、先日ら他に落札してきた車たちも、なるべく早めに手をかけられればなというふうに思っているんで、ぜひよろしくお願いいたします。これからもね、僕が買ってきた車の紹介だったり仕上げまでの流れの動画だったり、そういうのが結構上がると思うのでぜひ見ていただけると嬉しいです。ということでこれからも、全力で頑張りたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでバイバーイ。